どうも、とみちゃんです。タイトルに書いてあった通り、アースファミリーを運営していました株式会社ウェルがこの度倒産する運びとなりました、えー。たくさんのお客様、そしてお付き合いのある生産者様にはたくさんご迷惑をおかけしてしまいまして、申し訳ございませんでした。つきましては、 これからどうしていくかっていうところなんですけども、今考えていることは、えー、このチャンネルも残していく方向で考えていきながらも、まあ、とにかく一番は、やはりあのお客様が一番は大切だと思ってるので、そのお客様に対してちゃんとサポートできるような、ちょっと体制は作れないかなっていうことで今、 いろいろと、あの、動いてる最中でございます。ただやっぱり、あの、すぐに今日明日にっていうわけにはちょっといけませんけども、近々そういうことがちゃんとね、発表できたらなと思っておりますので、で、また、この動画も撮ってるのも、ありがたいことに、あの、動画を楽しみに見てくださっている方々もいらっしゃったので、ちゃんとその動画を見てくださってる視聴者の方々にもお伝えできたらなっていうことで、えー、ご案内をさせていただいた次第でございます。 まあ、このチャンネルもね、先ほど言いましたけど、残していく方向としてやっていきたいと思ってますし、一応まだ投稿できてない動画とかもやっぱりあるので、ただまあ、あのー、投稿頻度はかなり減ると思います。今まで毎週のように出してましたけど、まあちょっとその投稿するにしても、編集の時間であったりとか、その確保であったりとか、どうしてもやるべきこととか、やらないといけないことが優先的に今、 たくさんあるのでまあそれでも焦らずにあの地道にちょっとやっていってあのお客様にしっかりあの恩返しができたりそして生産者の方々にちゃんとね何ができたらなっていうことで考えて今動いてる次第でございますので今しばらく待っていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします合わせまして長きにわたりうちをご声援していただきましてそして この度、このような形となって、えー、お客様に混乱を招いたり、生産者の方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。また、あ近々、ちゃんとした発表ですね、今後についての発表もできたらなと考えておりますので、どうかその時までお待ちしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上。 トミちゃんからの報告でした。